定品は、学生時代近代洋画の巨匠に恐る恐る大学音楽会のポスターを依頼したところ、なんと快諾。その原画に驚きの鑑定結果が。続いては兵庫県神戸市から。早速ご自宅にお伺いすると、何やら旅支度をしていらっしゃいました。次なる依頼人は伊集院俊彦さん78歳。一体どちらへ？鑑定団のスタジオへ行く用意をしておるんですわ。それにしては随分重装備ですね。1週間ぐらいかけて青春18切符で行こうと思ってますね。すごいな。1週間？そうですよ。鈍行でゆっくり景色を見ながら旅をするのがね、趣味なんですわ。東京まで。実は伊集院さん、10年前奥さんが他界されたのを機に、 JR の普通列車乗り放題の青春18切符を使い、のんびりと旅するようになり、これまで四国や九州を一周するなど日本各地を巡ってきたそうです。いつも、もう計画を立てずに行き当たりばったりですわ。夜になったらもうその土地で民宿を探して泊まるんです。無事スタジオにたどり着くことをお祈りしています。ところで、お宝は何ですか？私の青春時代の思い出の品物なんです。それは大学2年生の時のこと。音楽会の実行委員としてポスター作りを担当することになり、一つ上の学年に有名な画家のお嬢さんがおりましてね、でそのお嬢さんに頼んだら何とか描いてもらえるやろうということでお願いしたんですわ。その画家の方もですね、非常にいい方で快く引き受けてくれたんですわ。その原画をもとにポスターは無事完成。そこでお礼を兼ねて原画を返しに行くと、なんと君にあげるよと言われたのですが、価値なんだね、よう分からしませんやろ。であげろって言われたもんやから、まあいらんとも言えませんのでね、そんなまあもろて帰りますわっていうような調子でもらって帰ったんですよ。そんでね、もろたことも長いことを忘れてしまいましてね、ほったらかしにしてましたんや。しかしつい最近ふとその存在を思い出し、急に価値が気になり始めたそうです。それではスタジオへお伺いしますので、鑑定の方よろしくお願いいたします。行ってきます。果たしてその有名画家とは？スタジオで拝見しましょう。依頼人の登場です。どうもよろしくお願いします。どうぞ。さあ、お元気ですけど、無事に疲れました。疲れて、今日はちなみにどれぐらいかけてこられたんですか？3泊で、帰りまた3泊でちょうど1週間ぐらい。どっか夜はどこに寄るんですか？そのまま決めてません。今日の夜、ほんなら泊まるとこもまだ決まってないですね。じゃあどこも決まってません。はあ、面白い。さあ、それでは拝見しましょう、はい、あれ、これは作者の方、どなたなんですか？小磯亮平が。ただで書いてもらったんですか？学生ですからありませんが、お金が。頼みましたね、でもね。もうお前とこのお父さん、うまいやん。書いていいやん。そういう調子ですわ。出来上がった時は、どうです、どう思いました？率直に。いや、別にうまかった。もう、58年前ですから、覚えてませんわな。別のことすら。こういう状態でもずっと。いえ、もう、もう丸めて置いたんだ。そうですね。丸めて置いてあって、捨てなくてよかった。ああ、もう捨て取ったかもわからんですね。はあ、書いたんでしょ、その字が。はい、絵だけやったらね、まあ、いい作品やなと思いますけど、という方おるけど。え、だこの字も、あの先生の字です。先生がお預かりした時に書いたんだ。書いたんだ。第1回ってちょっとところだけちょっと薄くないですか？ここはお父さん2000円かも。2000円、あれね、今それがない。実際それはそれがない。あの方のは2000円もないですね。1926年、洋画界に突如彗星のごとく現れた一枚の絵。柔らかな光に満ちた室内で、薄絹に身を包んだ女性がみずみずしい表情を浮かべている。この年、画壇の最高峰帝展の特選を受賞した作品である。
その圧倒的な描写力は美術界はおろか日本中を驚嘆させた。なぜなら画家はまだ美術学校に通う学生だったからである。その名は小磯良平。1903年港町神戸の生まれ。幼い頃から画才は傑出しており、中学時代上級生が開催した校内展に出品すると、その出来栄えに学校中が目を見張った。19歳で東京美術学校に入学。生来内気な性格であったが、芯は強く、教授藤島武二に作品を直されてもおもねることは決してなかった。その時の様子を同級生はこう語っている。直された自分の絵を見てムッとした顔をして、先生のは違ってると独り言を言ってるのが私に聞こえた。しかし小磯はそれがただの過信ではないことをすぐに証明してみせた。すなわち T 城の像による定点特選の受賞である。これにより小磯の名はたちまち日本中に知れ渡った。この頃からすでに関心は人物、特に女性に向けられ、ついには生涯のテーマとなった。小磯は女性を描く際、細部に至るまで細やかな神経を行き届かせ、モデルの衣装も全て自ら用意。気に入ったものがなければわざわざあつらえさせ、生地だけでなく縫製の仕方まで指示したほどであった。そんな折、日中戦争が勃発。先行きの見えない日々が続く中、小磯は生涯の代表作とも言うべき一枚の絵を描き上げた。それが青少である。けなげに歌う少女たちの姿は一見ごくありふれた日常生活のようだが、一切の無駄が省かれ、祈りにも似た厳かな雰囲気が漂っている。それは類まれなデッサン力を駆使した究極の女性美と言えよう。1945年の神戸空襲により、アトリエと数々の作品を失ったが、創作意欲は一向に衰えることなく、相次いで傑作を発表。それは荒廃し殺伐とした世を必死で生きようとする人々にとって一服の清涼剤であった。80を過ぎてもなお向上心は衰えず、一日数時間のデッサンを自らに課した。絵描きである以上、完璧なものができました、次にまた完璧なものができましたということはありえない。いつも欲求不満なまま途中で次へ移る。洋画家としては国内随一の人気を誇り、展覧会には多くの人が訪れた。しかし小磯は代表作がずらりと並ぶ会場に足を運ぶと、決まって一言、気に入らないのがたくさんあるな。改めて依頼品を見てみよう。第1回江南学園音楽会のポスターの原画である。いかにも小磯らしい卓越したデッサン力で制服姿の女学生を気品高く描いている。この時小磯50歳、まさに円熟期の作だが、果たして鑑定やいかに。ご本人の評価額はおいくらでしょうか。ひどいところで100万。さあそれでは参りましょう。100万円ということで、オープンザプライス。すごいんちゃう。小磯良平の、木炭によるデッサンですね。よくこういった仕事をまた引き受けたなと思いますね。改めて小磯さんのその気さくなお人柄というのを感じるんですけれども、まあ、デッサンというと油絵を描くための主体として描くということが多いんですけれども、
小瀬さんのデッサンもう作品としても完成してますよね。この女性像、そして背景にテーブルの上に、まあ、リュートが描かれてますけれども、最も得意としたモチーフ、何かその音が聞こえてくるような感じもしますし、まあ、モノトーンですけど、なんか色彩も感じさせるような深さがある。下の文字もあの小泉さんが書いたということですね。別の人が入れてるとですね、ちょっとマイナスになるかなという印象を持ったんですけれども、逆にこれはもう1点しかありませんし、小泉さんの芸術がこういったところにも生まれていたという、資料としても、ね、大変価値が高いと思いますね。これは一緒に今日じゃあこのまま旅して、え、それも案内ですから、どっかこう預けてください。そこはしっかりするんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。